暴な条約によって日本を支配しようとした諸外国を打ち破った日本人睦宗光。外国によって日本が植民地にされる未来を避けるため、坂本龍馬の右腕として日本外交の父と呼ばれ活躍した男こそ睦宗光である。当時の外国人たちは日本で好き勝手できる治外法権を認めさせ、貿易で日本の産業を潰し自国のみ得しようと関税自主権を奪ったが、日本の未来を守るため宗光はイギリスを筆頭に各国との条約を改正し、日本を対等な立場まで引き上げたのだ。切れ者すぎるゆえにカミソリ大臣と呼ばれた宗光はその功績を称えられ、外交の象徴として外務省に宗光の銅像が建てられている。